の水軍島国を本拠とし久喜市に率いられた強力な水軍であった毛利水軍を第二次築川口の戦いで破り織田信長法の水軍として近畿圏の政海圏を奪取した織田水軍島水軍とも称する久喜義高は鉄鋼船を建造した久喜義高が造船した日本岸を中心に久喜水軍の陣容を描いている久喜市の祖は 熊野別当を務め、熊野水軍を率いた、深志蔵に遡るという説がある。木の国室軍久喜浦を根拠地とし、鎌倉時代にはすでに、島国まで勢力を拡大していた。南北朝時代に、島国のなきりへ進出して、付近の豪族と戦い、滅亡させた。当代の久喜高義は、なきりの児童であった川面氏の娘と結婚し、以来なきりの地に泊まることとなった。 この頃、越ガ氏や和田氏らと共に、海上交通を支配するようになった。とはいえ、当時の久喜市は、地元領主らの連合である、島州の一員に過ぎず、とりわけ勢力が強かったわけではなかった。当時の島国では、自党十三人衆と呼ばれる十三人の土豪たちが、互いに勢力を競っていた。久喜一族もその中の一つで、泣き理場を設置していた。 久喜吉隆は戦国の国鳥物語を絵に描いたように、次々に隣の豪族を攻め滅ぼして自分の配下にした。久喜吉隆は最初伊勢国の北畑武に属していたが、後に織田信長に仕えて長島一行一騎攻めには久喜水軍を率いて加わり、手柄を立て島国の支配を認められ、国主に任命された。その後の石山本願寺攻めでは、 大砲を乗せた鉄張りの船を製造して、毛利軍を打ち破った。この時、堺港で鉄張り船を見た南蛮人は大変驚いた。茎水軍は小田原城の北条氏攻めと豊臣秀吉の朝鮮出兵の時も活躍した。朝鮮出兵の時は伊勢国大港で製造した日本岩という巨大船団を率いて茎水軍の長として戦った。 日本の戦団の中心となった日本岩は長さ33メートル小ぎて100人だった。日本岩は豊臣秀吉が名付けた。久喜義隆は島国三万国の大名として鳥羽城を築城した。鳥羽城は海に向かって大手門を開いて建造をされたため、浮城と呼ばれ、島国海賊に似合った城だったと古文書で記述されている。関ヶ原の戦いでは、 父の茎義隆とこの茎森隆が東西に分かれて戦い、西軍が負けたため東志島で自害した。島国には静かな入り江と入り江を守るかのように突き出た岬が、ありごく自然に祭の形が形成された。茎義隆は天文11年生まれ。茎義隆18歳の時に人生最初の大事件が起きる。現在の戸橋岩倉町にあった城の田城の祭が、 答え死軍の水軍に攻撃された。久喜吉隆は火星に駆けつけた。長期戦のため長兄の久喜清隆が病に倒れて、その子の久喜潮流はまだ8歳だったので、新しい久喜一族の同僚に久喜吉隆が就任した。久喜吉隆の必死の守りで、田代は死守した。5年後今度は、顎水軍によって久喜水軍を2つに分割させる戦法で不要。 襲われて、久喜一族はバラバラになった。吉高は、桶狭間の戦いで、今川義元を討ち取った、織田信長に対する尊敬の念から島から三河へ、船で向かった。A61 年に、織田信長の大与し白攻めの際には、織田軍の水軍の将となる。二年後の織田家の大川地上の攻略作戦の折には、久喜水軍は、伊勢の海岸をすべて封鎖して、 伊勢湾かからの援軍を寄せ付けなかった。この作戦には新たに、織田信長の味方についた、島国の水軍も加勢して、島水軍は全部九鬼水軍の配下となったが、島水軍の反発があり、島の他の水軍と九鬼水軍が交戦した。信長から学んだ戦術と織田家の鉄砲戦術で勝利する自信があった。九鬼水軍は、船の上からの鉄砲一斉射撃の戦法で、 社シロトをひとたまりもなく陥落させた。島の水軍は降伏して、九水軍は大浜、オバマ、泊マ浦、安楽島を攻略して、信長の援助で3年がかりで、骨子が和グを攻略して、島の海を平定した。この活躍により、久喜吉高は信長から信頼されて、長島一向一揆との戦いで、伊勢湾からの海上攻略作戦に参加した。 吉高が建造した大型船の大きさは、多門院日記の天章六年七月二十日上に、横江七間、県へ十二三間もこれありとあることから、長さ十二三間、幅七間であったと考えられているが、これでは幅に比べて、長さが短すぎる。これに対して、信長後期の伝本の内御徒教閣文庫所像の一本では、久喜吉高が建造した六層について、巻き十一に、 長さ十八件、横六件と記載されていることから、長さ十二三巻、幅七間という寸法は、長さ十八件、幅六件に訂正する必要があるのではないかと指摘されている。伊勢国における、関ヶ原の戦いの最大の前哨戦である、阿の津城の戦いでは、吉高は、西軍方の将として、会場を封鎖し、東軍方の援軍を寄せ付けず、阿の津城陥落に寄与している。 また、隠居のみながら、紀の国新宮城主の堀内自然の援軍を得て、東軍方についた息子、森高が留守にしていた、賭場女王を奪取した。しかし、関ヶ原の戦いが、東軍の勝利に終わると、吉高は、東市島へ逃れ、家臣の豊田五郎衛門に進められるまま、慶長5年10月12日に自害した。高高は水軍を率いて、大阪の陣を戦い、 江戸城の築城にあたっては、木材や石材を海上輸送して幕府に貢献した。しかし、森高没後家督争いが起き、久喜市は2分された上に内陸へ転保となり、水軍としての歴史は終わりを迎えた。ありがとうございます。